こんにちは、シャイどうも、ヤマママです。今日の動画では、私、ヤマママ、学生に戻って学校に潜入していきます。あの有名なモード学園さんにお邪魔させていただきました。いつもと違った Vlog、とくとご覧あれ。いってらっしゃい。おはようございます。どうも、山本です。すっごいインナー。学生生活なんてさ、何年前って話なんよ。ちょっと爆速で準備していきます。まだ全然脳が起ききってない。おはようございます。おはようございます。できました、顔面。荷物何持っていくかは、今日天気がちょっとよろしくないので傘やろ、財布、パウダー、ブッシー、ハンドクリーム、リップ、潤す方のリップ、ヘアゴム入ってるわ、イヤホンにティッシュにハンカチ、目にいろいろ入れて、あとはアップルウォッチにウェットティッシュ。今日はね、カメラ持っていくので手持ちの部分を持っていきます。持ち物はそんな感じかな。あとはモバイルバッテリーも持っていきます。めちゃめちゃ簡単なご飯、昨日の味噌汁の残りと冷凍のご飯と納豆と海苔、いただきます。今日は一日学生に戻ります。イエーイ。味わいたくても味わえないこの学生の雰囲気。というわけでモード学園に来てます。いや、もう景色すんごいところからお届けしています。50階からの景色、うわー、360度景色、そしておしゃれな空間。ちょっとお散歩させてもらってます。ここで授業もされたりしてるんやって。すごいよな、こんなとこで授業してもらったら面白い発想とか浮かびそうやもんな。今日はね、学生さんにもお話とか聞けるみたいなので、ドキドキワクワクですね。授業にもね、潜入させていただいて、学生さんのお話とか聞く機会もないからね、視野広げるきっかけになったらいいよね。いろんなお話聞いていきましょう。それじゃ潜入してきます。行ってきます。モード学園は主にファッション、グラフィック、インテリア、ヘアメイクなどを学べる学校なんやって。グループ校は春と以降以前っていう学校もあって、以降以前では医療、看護、リハビリが学べます。春ではゲーム、アニメ、CG 映像、IT を学べて、そのクオリティがバチバチに高い。その辺も楽しんで見ててください。はい、まずは以降以前の授業に潜入していきます。ここでは医療、看護、リハビリを学べるみたいです。全然関わったことのない分野やからね、いろいろお話聞いていこうと思います。行ってきます。ではこちら潜入していきます。うわー、こういうところで実習されてるんよね。うわー、寝かされています、人形が。これ指についてるの何ですか？パルスオキシメーターといって、はい、体の血液の中の酸素濃度を測る機械になってます。 ありがとうございます。この一連の作業って、これは今何をしてるんですか？全体を通してバイタルサインっていう風に言ってるんですけど、はい、患者さんの状態を調べています。バイタルって何ですか？患者さんの体温、脈拍、ピュース、血圧を測っています。あ、それがここに出てきてるってことですか？はい、ありがとうございます。お名前聞かせていただいてよろしいですか？高度専門士看護学科の大塚ひなです。はい、お願いします。なぜこの道に進もうと思ったんですか？幼い頃に病院のドラマを見たのがきっかけで看護師という仕事を知って、はい、中学生の時に職場体験で病院の方に行かせていただいたんですけど、はい、その時に実際に働いている看護師さんの姿を見て、自分も患者さんに寄り添えるような看護師になりたいなっていうふうに思って、この道を選びました。素敵。将来の夢は何ですか？種類は患者さんに寄り添えるような看護師になりたいです。本
本当に頑張ってください。大変だったこととかってありますか？学年が上がるにつれて病気のことだったりとかもあっていくので、病気によって症状とか検査の内容とかも違ってくるので、それを覚えたりするのとかがすごい大変です。そうですね、莫大な量を覚えることありますもんね。知ってもらいたい医療の知識みたいなんて何かありますか？今こちらでは血圧を測っているんですけど、このように見ている状態で測っている時と立っている状態では血圧の値が変わってしまって、若い人も急に立ったりすると血圧が下がってめまいを起こしてしまうこともあります。ゆっくり起き上がったりしたら大丈夫ですか？ゆっくり、ちょっと気をつけます。そんな医療の豆知識が未来創造展でたくさん載ってるので、これはもう要チェックです。ぜひ見ましょう。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。必要な、なんかドラマのワンシーンみたいなの見させていただきました。ありがとうございました。はい、お次やってきました。春ではゲーム、アニメ、CG 映像、IT を学べるんやって、この分野大好きなのでワクワクしてます。卒業制作発表である未来創造展2023ではゲームを作ったりするらしい。クリエイティブよな。学生さんでそんなん作れるんやって感じよな。それじゃあこちら授業に潜入させていただきます。楽しみやな、ドキドキする。お邪魔します。おー、皆さん授業されてます。それじゃあまた学生さんにお話聞いてみたいと思います。こんにちは、すいません、お話聞かせていただいてよろしいですか？大丈夫です。 ありがとうございます。ハル東京 CG 映像学科の池内圭人と申します。池内さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。 CG 映像を作られているということで、はい、どういったものを作られているんでしょうか？ 3D のモデルを作ったり、あとはモデルの元になるようなデザインを考えたり、そういうことをやっています。見せてもらったりできますか？わかりました。お願いします。まだ途中なんですけど、今中段で作っている。こっちの作ったんですか？そうですね。ちょっとアップしていいですか？すごい後ろの砂ぼこりのもやもや感っていうのも演出されたってことですか？そうです。水着で出した後に後付けで編集で入れたり。かっこいい。360度この世界が存在してるってわけですか？この中には。そうですね、作ったところだけ、まあ、あるって形です。空もこの画角だけ用意してあるっていう。なるほど。こうやって作られるんですね。うわ、動いてる。尖ってる三角形のやつにアニメーションをつけて、それで的に、まあ、動きをキャラクターにつける。あ、これを作るまではどれぐらいかかるんですか？これは2ヶ月3ヶ月とか。だってこれで動かしてるってことですね。そう、記録させて。すごいですもんね、その粒が細かい。うわ、ありがとうございます。めっちゃ面白いもの見させていただきました。未来創造展2023でもっとレベルアップしたものが見れるということで。そうです、楽しみにしてます。ありがとうございます。ちょっともう一度、はい、いや本当にすごい、かっこいいな。ありがとうございました。楽しみにしてます。それじゃあまたお次違う部屋に潜入していこうと思います。モーションキャプチャースタジオ、失礼します。あ、こんにちは、お邪魔します。こんなところに潜入してきたんですけど、ちょっとどこおったらわし、どこおったんや、どこおったんや。360度撮られてるってことなんですね。そうですね。 ありがとうございます。じゃあちょっとお話伺ってもよろしいでしょうか？大岩圭介です。よろしくお願いします。これって何の授業をされてるんですか？今は、未来創造展っていう、卒業制作に出展するための映像制作の一環で、モーションキャプチャーという技術を使って撮影をしてます。モーションキャプチャーって何か聞いていいですか？全身にこう一つ一つマーカーっていうんですけど、マーカーを設置して、人の動きを、今後ろに映ってるみたいに、3D 上に起こすみたいな
技術です。はい、今ってどういう作品のものを作られてるんですか？女の子が怪物に追いかけられるみたいな内容のホラーっぽい作品をちょっと作ってます。未来創造展2023年見れるんですか？そうですね、その時が完成してるって感じですか？してたらいいなって楽しみにしてます。はい、聞いて映像に関わりたいなと思って入ってきたんで、はい、それが今現状できてるんで、もうほぼ叶ってるかな、素敵。もうじゃあ入学した時点で叶ったようなもんですね。まあそうですね。ありがとうございました、はい、本当に来ました。こちらモード学園ではファッション、グラフィック、インテリア、そしてヘアメイクなどが学べるんやって。服飾系はちょこっと進学を考えてたこともある分野なので、めちゃめちゃ楽しみです。じゃあ行ってきます。失礼します。あ、こんにちは、お邪魔します。お願いします。ちょっと学生さんたちが作ったってこれすごいな。お話聞かせていただいてもいいですか？はい、お願いします。ありがとうございます。ファッションデザイン学科4年生の佐々木彩音と申します。よろしくお願いします。佐々木さんが作られた作品は？私はこちらになります。あ、華やか、めちゃめちゃ可愛い。学生さんびっくりしてます私。作品のテーマとか聞いて大丈夫ですか？はい、テーマが少し長くなるんですが、はい、Welcome to the Disco of Love and Soul というディスコの店名がテーマとなっております。はい、大まかなテーマが銀河にあるディスコという壮大なものになっていまして、はい、このディスコに集まってくるお客さんが、はい、いろんな惑星からいろんなタイプのお客さんが集まってくる。人間だけじゃなくって、そんな感じで本当にいろんな人だったり、もはやこれは人じゃないんじゃないかみたいな子もいたりして、はい、そういうワクワクしたテーマになっていて、はい、いろんな子が集まって一つの場所で踊って夜を明かしましょうっていう楽しいものになってます。もう話聞いてるだけでめちゃめちゃ楽しいです。ワクワク感が作るのにどれくらい期間ってかかりますか？最初のデザインをみんなで考えたのが、はい、今年の夏頃になっていて、うん、夏から秋にかけての約3ヶ月4ヶ月の間で作った感じになります。3ヶ月でできるんですね。すごい。なんとか、こちらはこちらがですね、はい、チームメンバーのお顔をイラストに起こしてオリジナルの柄を作っている作品になります。まずイラストに起こしてるんですね。そうなんです。そのじゃあメンバーの方がイラスト描いてってことですか？そうなんです。すごいな。こちらはトレンチコートを解体した上でスカートにしているものになっていて、はい、あ、解体しちゃったんですね。すべてにおいて発想がすごいですね。すごいですよね。そしてこちらは、いやもう本当に見るもう見るだけでなんかウキウキしちゃう。いやー素敵。ちょっといいですか？ぜひぜひ。ひらり、ひらり、あ、ギャル、ギャル、これも全部手で刺繍したものになってます。すごい、このスパンコールたち。そうなんです。かわいい。平成感があるこの感じ、かわいいですね。まさにそんな感じです。いやめっちゃ素敵。そしてこちらは、さまざまな惑星の個性というものを柄だったり、はい、あとはディテールに落とし込んだ作品になっていて、はい、作者の子に実際に聞いてみたんですけど、はい、こう着てる人が自信を持てるような赤と黒の組み合わせにしたとのことです。手筋が伸びそうですもんね。かっこいい。こういう生地って見つけてくるんですか、柄とかって？この柄も、はい、この柄も向こうの柄も全部みんなオリジナルの柄のになってます。オリジナルの柄って作るんですか？そうなんです。すごい。またまたインパクト大の優しさを感じますね。そうですね。このテーマは、はい、年を重ねるごとにこう、うん、笑いじわだったりこう増えていくシワを表現したものになっていて、はい、その中でもこれは出産がテーマになっています、はい、だからあえてこういう感じにしてるんですか？そうなんです。温かみがあって、人生がテーマなのもあって、作った子の誕生日が駆けついてたりとか、はい、ここにそうなんです。すごい可愛らしく、はい、この色合いも
最高に可愛いですね。なんかどういうテーマで作られたのかって聞くとより一層楽しめますね。将来の夢聞いていいですか？はい、はい、私は内定をいただいていて、その内定先では最初アパレルの販売員としてお仕事をさせていただくので、はい、販売員としてお洋服の魅力を伝えられるように、はい、それも自分はこうやって作ってきた身なので、いろんな角度から商品の魅力を伝えられるアパレルの販売員になりたいと思います。もうちょっとどこで働くのか後で教えてください。ぜひ頑張ります。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら以外にも未来創造展のサイトでオンラインでもっともっとたくさん見れますので、ぜひぜひ見てください。もうめちゃめちゃ楽しい。いや、ありがとうございました。はい、本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、ってことで学校楽しんできました。じゃん、うわー、高い。この雰囲気めちゃめちゃ懐かしかったね。楽しかった。学生に戻りたくなりました。今回たくさんお話聞けて、作品も見れて、めっちゃ刺激受けました。もうありがとうございました。本当にもう楽しかった。学生さんでって言ったらまあちょっと失礼かもしれないんですけど、すごすぎひ、クオリティ、作品のクオリティすごすぎひ。いや、本当ありがとうございます。まだまだね、たくさん作品見たいな。皆さん頑張ってるんやなと思ったので、私も頑張ります。いろんな作品が未来創造展2023では見れるので、ぜひぜひ見ていただきたいです。国内最大規模の卒業制作発表展らしいので、めちゃめちゃ楽しめると思います。この分野に興味がある方もぜひぜひ、ホームページも概要欄に載ってるので要チェックです。自分の人生悔いのないように、もういろいろね挑戦し続けようと思いました。めっちゃ刺激受けてきました。共に頑張ろう。ってことで、この後はバイト行ってきます。これ学生の一日、私の学生時代の一日、学校終わってバイト行くっていう、もうこのルーティンやったからちょっと再現してみました。学生に戻った気分でね、ほんと楽しい一日でした。ほなまたね、バイバーイ。